はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。石黒様、高島様、小川様、久保田様、大野様、武蔵の親父様、みゆき様、横田様、秋山様、アシュシュ様、あかね様、松鉄 X 様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。月刊ファクタっていうのがあるらしいんですけれども、朝日新聞は3993803部って言ってるけど、嘘くせえ。複数の関係者に取材したら実数は300万部以下だって、バラされておりました。まあ押し紙っていうのはありますからね。さらにこのまま減り続ければ7、8年でゼロになるって。毎年40万部ぐらい減ってんだって。だからこのままの割合で減り続けると7、8年で朝日新聞は消滅。まあ朝日の会社はね、不動産業やってて、なくならないのかもしれないけれども、まあ、新聞の方は消滅するであろう。みたいなことをばらされておりました。ネットの反応です。おめでとう。アーニャ、お祝います。とっとと潰れろ。追加リストラ、頑張ろう。部数の鶴瓶落とし。まだ取ってるバカがいることに驚く。信用なくした新聞に未来はない。ただでも読みたくない。通貨まだ300万部もあるのか、驚き。電車で新聞読んでる人見なくなったな。そういえば見ないっすね。みんなスマホいじってね。スマホいじるか単行本読んでるか、まあ、単行本読んでる人も少ないんですけれども、何もしてないか目つぶってね。俺のじいちゃんもスマホの方が文字大きくできるからいいって言ってたわ。拡大できますよね、指先一つでね。上から目線で誹謗中傷や文句ばっか書いてんだからそら嫌われるわ。官公庁とか会社とか結構新聞取ってんだよね。ガラス工芸家の人が濡らした朝日新聞が形を整えるときに一番使いやすいと言ってました。工房には帯がついたままの朝日新聞が山積みになっていて、記者さんたちもきっと喜んでいるだろうなって思いました。これ押し紙ですね。実際には配られずに、回収されるやつ売ってんもんね。アマゾンとかで、ヤフオクとかも売ってますよね。新聞未使用なんつって。これ押し紙ですね。で400万部のうち、100万部が押し紙、100万部以上が押し紙で、実数は300万部いかないって今回ばらされておりますけれども、私 40% っていう話聞いてます。これはですね、とある朝日新聞じゃない、とある大手の新聞代理店やってる、経営者の方から聞いたことあるんですけども、その地域の朝日新聞は4割が押し紙と。つまり100万部散ってたら60万部しか実はないっていうようなことを聞いております、この耳で。豊島区役所にもですね、複数の新聞から、豊島区に関連する記事と、左翼記事を切り抜いてまとめる部署がありまして、まあ左翼記事っていうか行政に関係ある、まあ裁判の判決がこんな出ましたみたいな、そういうようなの切り抜いてですね、まあ各部署と議員なんかに関係者に週1ぐらいで配布されるんですけれども、まあ切り抜きまとめ、まあ記事選択は恣意的ですよ。SDGs とかジェンダー平等とか、例えば豊島区と姉妹都市になってる、陣川市、インチョンオリンピックなんてありましたね。モルゲッセオなんていう銅像が立っちゃって、懐かしい話でありますけれども、あそことは豊島区姉妹都市になっておりまして、交流行事なんていうのは喜んで取り上げると。まあ一番取り上げられることが多いのは東京新聞のバカ記事を取り上げることが多かったです。豊島区役所の新聞部隊、産経新聞はめったに取り上げられませんでした。役所で新聞複数取ってるとこも多いんでないですかね。役所でっていうか、まあ、例えば豊島区役所総務部で取ってる、読売朝日毎日産経
赤旗は新聞じゃねえか、を取ってるなんてとこは多いんじゃないですかね。だからあの豊島区役所で、何部も何十部も、何百部はいかないと思うんだけどな、そのぐらいはあの取られていると、図書館とか、まあ、公的な施設、で取ってるところも多いですね。橋本徹がですね、橋下って書くんだなあいつな、橋下徹がですね府知事の時にこれやめて、つまり観光庁、大阪の、役所や関係の施設で新聞取るのやめましょう、何億円か節約しましょうって言い出した時にテレビ新聞が一斉に叩いたっていう記憶があります。まあ利害関係のね直接の当事者が大声でわめぐのはみっともねえしフェアではないと思うんですけど、まあ嘘つき恩知らず恥知らずのテレビ新聞は平気なんだろうな。7、8年でゼロにってありますけれども、観光庁と会社関係の、がですね、新聞購読やめないとですね、もうちょっとしぶとく、生き残りそうですね。生きてるうちに朝日新聞の倒産が見たいので、これからも紙の新聞環境破壊って言い続けますよ。これ誰にも文句言えねえから。紙の新聞東京、環境破壊。ということで、今撮ってる人に、ネットのスマホで見た方がいいんじゃないですか。文字もでっかくできるし。目ね、新聞の文字小さいし、いちいちメガネかけるのもめんどくさいしって、そそのかしてですね、優しい声で。皆様もよろしくお願いいたします。紙の新聞環境破壊と言い続ける。朝日よりも毎日の方が倒産早いかな、体力的に。あまし不動産も持ってないみたいだしね。TBS が赤坂サカス持ってっか。まあ毎日ではないですから。立憲共産社民の論外野党の吉外議員どもが参加していた立憲フォーラムっていうのがありまして、これがですね、9年ぶりに再稼働するそうであります。防衛費増額で軍事大国になりかねないと警戒してのこと。だって、まあ日本が大変なことになるっていう、って思ってるらしいんですけど、ネットの話、国民の敵、どこの国の人？防衛力強化の何が悪い？近平の指示があったんだろう。どこの国の議員だ、こいつら。中国共産党が言いそうなこと言ってるな。日本の防衛力が高まってしまうと困る人たち。日本の防衛力強化に文句を言う外国人ども。自国の防衛力強化に警戒とか、もはや日本人の敵。9年ぶりに再開したと思ったら、これか、変なこと言ってるよな。こいつらがこんなんだからですね、自民党がいつまでも与党やってんですわね。増税ばっかして、30年で実質税負担率を36から48に増やした、財務省言いなりの税金ばっか取って超重税国家にした自民党がこんなんだから、ずっと与党やってられるんですよ。だらしがないね。日本が防衛力を高めると、人民軍の侵略が困難になるんで、都合悪いんですね、こいつらにとってはね。まあわかります。我々日本人はですね、日本を人民軍に差し出したい、外環誘致主義者のこいつらを警戒しないといけないですよね。つかスパイ防止法早く欲しいんですけどね。スパイ議員どもが心配する、防衛力強化について防衛省。迎撃ミサイルは必要量の6割しかありません。弾薬不足。航空機の部品不足です。予算増やして。だって、自民党国防部会。防衛省何やってんの？計画的に予算配分を怠って、バカじゃねえの？防衛省。新装備購入を優先し、弾薬などは後手後手でした。サーセン。というようなですね、記事ですね。ネットの話、知ってた。あはは。機密情報ばらすね。うつつくしたら終わりやんけ。本気で備えるなら国内生産。戦争してないのに、弾薬足りないって何それ。弾薬の維持管理にも金がかかるから、最小限しか調達してないと。自衛隊に弾がなくて、継戦能力がないっていうのは昔からの常識。防衛省じゃなくて政府の責任では、弾薬や通信機器、保管庫といった
罫線に必要だが見えにくい部分は後回しにしてきたんだわ。防衛省だから予算増やして、まあこれが言いたかったことなんですけれども、そのためには恥で責められそうだが実情を話すというですね、これでしょうね。弾薬もミサイルもまあ持ってしまえばですね、有事にちゃんと作動するかどうか維持管理メンテナンスが必要だし、たまに経年劣化するような部品は取っ替えなくちゃいけないし、ここの これとこれの部品は5年で交換することみたいな、まあ使用期限があるんで解体にも金がかかるしで、なんか買えるからっつって安易に高い車買ってですね、修理の部品代が高くて維持できない、あと燃費悪くてガソリン代が大変だみたいな、そんな話だなおいっていう感じですね。まあまあバラしてしまうと、自衛隊さんの役割っていうのは最初の一撃を耐えてですね、米軍到着まで、時間を稼ぐ、時間を稼げればいいみたいな、その一発屋的なところもありますんで、まあこういう風になっちゃうんでしょうね。売れてる時のヒロシですのヒロシさんね、モテたくてジャガー買ったが維持費高くて手放したそうです。でモテたくて買ったのにそんなに変わんなかった、そんなにモテなかったっても言ってました。防衛省もこれやってんのかって感じ。何でもヒロシさんね、車屋さんにこの車女性で言ったら神田うのさんみたいな人で維持にすげえ金かかんですわって言われたそうで、そんであダメだっつって手放した。今のジャガーはまあそんなに壊れないんでしょうけどね。全くの余談ですけど、動物病院経営時代の私、1匹800円で買えるハムスターの診療で3000円取るのは気が引けていた。なので極力犬猫以外は断っていた。ハムスターは詳しくねえし、まあ似たような話なんですけど、15年落ちぐらいのジャガー XJ40K っていうのが私好きで好きで、形がね、酔っ払った時にヤフオクで50万ぐらいで落札してしまった、まあこういう方なんですけど、今はですねもう30年以上前の車になっちゃったんで、個体数がだいぶ廃車になっちゃったらしくて、フルレストはしてあります、フル整備してあってあります、800万なんて言ってますけれども、まあこれにですね、まあ1年乗ったらエアコン壊れて修理に50万かかるって言われまして、で廃車と、50万で買った車に50万かけて直すのはちょっとなあいう心理が働きまして、まあ形が好きで好きで、たまんなかったんですけれどもね。アルファロメオ164って車を、30万ぐらいで購入、これも酔っ払った時にヤフオクで半年だったらパワステ壊れてですね、この車3リッター FF 中とんでもね前輪に 重みがかかる車でして、まあ超重捨てになってしまい、修理に50万かかるって言われまして、廃車に、2台続けて大失敗しておりますけど、酔っ払った時にヤフオクとか、まあ今はヤフオクそんなでもねえから、メルカリとかですか、見ねえ方がいいっすね、アマゾンとかね。その後は車にも飽きてですね、父親の形見でもらったスズキの軽ワゴンにずっと何年も乗っておりました。好きな車乗ってウキウキするのも最初だけなんですよ。いずれそれがですね、日常となって何も感じなくなる。昔を思い出してこの車今でも欲しいんですけど、いかんせん高い。弾がない。壊れたら部品もないんだろうな。それに都内の生活は車必要ない。選挙に必要なんですけど、こんな車外線車にしたらふざけてるって思われちゃう。って思って、まあ諦めてはおりますけれども、つまり恋愛感情っていうんですか、初めはウキウキしてんですけど、だんだんそれが日常になっていくと麻痺して何も感じなくなっていく、というですね。まあこの車は良かったですよ。乗ってるだけでなんか自分が紳士になったような気になっちゃって、横入りされたりですね、割り込みされても、うんうん、良きに計らえみたいな精神の
ゆとりっちゅうんすか、K のワゴンに乗り換えても、その、精神的余裕は、継続してですね、割り込まれても、横入りされても、うんうん、急いでんのか、なんていうくらいで、よきに計らえ、みたいな、まあまあ、車で人格も変わってしまうような、影響されやすい私であったな、いうようなですね。まあ、全然関係ないですけど、防衛省が、玉足りねえ、金ちょうだいって言ってるっていう話でした。日本改革党を支援して、いただけるメール党員さん大募集であります。動画説明欄のもっと見るをクリックして、メールマガジン、ご購入で、日本改革党メール党員になってください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。